何を話そうとしたっけ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも、君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり、神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージュナヤの助行？それって。うん。七神の一柱、スネージュナヤパレスに鎮座する氷の女皇。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って、自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ、公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでも、その仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく、今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん。逃したらまた1年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ、旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、女皇、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。
うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は吟遊詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。さっきのファデュイの執行官、神の心を手に入れたらすぐに撤退したな。それは騎士団の目撃者を作らないためだ。だってこんなことをして証拠でも残してしまったら、セピロス騎士団との外交関係を断絶したと宣言したも同然だからね。こんなことをしたくせに、よくもモンドの盟友を続けてられるよな。はあ、アビス教団の脅威に対抗するために七国の人々は同盟を結ぶべきだったのに。ファデュイは七国最強を誇る武力を持っている。それを天空のライアーの窃盗、神の力の強奪に使って流祭に乗じて騎士団に圧をかけるなんて。あ、天空のライアーといえば、あの時リルックの旦那もその名前を口にしてた気がする。ファデュイが七国を闊歩し、セピロス騎士団の脅威となったのは、この11人の執行官が原因だ。って言ってたよな。そう。さっき僕が言ったように、彼らは氷の神から権力を授かり、普通の人間をはるかに凌駕する力を手に入れた。氷の女皇、もう500年も会っていないな。彼女は、一体何を考え、そして何を企んでいるのだろうか。今回の件の真相は、君の七神を探すたびに未知の影響を与えるかもしれない。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は吟遊詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。ん？ガイアが言った情報か。なるほど。アビス教団の王子という人がトワリンの腐食を計画したんだね。トワリンをアビス教団の戦いの道具にするつもりだったのかな。でもアビス教団に王子がいるなんて聞いたことがないね。僕もそうだと思う。でもその最近になって出てきた王子はどうやってアビス教団を率いるポジションにまで上り詰めたんだろう。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は吟遊詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。じゃあ早くリーユへに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた1年待つことになるからね。Thank you.